スルテンベルク州に位置する森、山地。シュワルツワルトとも表記する。総面積は約5180平方キロ。シュワルツワルトとはドイツ語で黒い森を意味する。森の多くは植林されたドイツウヒの木であり、黒い森という名称も密集して生える頭皮の木によって暗く見えることがその由来である。その他、低地においては多くやブナも生育している。 バーデン地方に属し、北はバーデンバーデン、東はシュトゥットガルト、南はフライブルク、西はライン側の流れを挟んで、フランス中東部のアルザス地方との国境にある。南北で約160キロに広がる。一番高い箇所はフェルトベルクの山頂で、海抜1493メートルである。ドナウ川、ネッカー川など多くの川がシュバルツバルトに水源を有している。 地質学的には、この森は、変魔岩を基盤として砂岩がその上に覆いかぶさった地面から構成される。シュバルツバルトの風景シュバルツバルトはフランスに隣接しており、フランスの政治的影響が強く、他のドイツ諸法とは異なる慣習や伝統的法体系を形成してきた。シュバルツバルトは、紀元前4000年頃の居住跡が考古学的に発見されており、 紀元前800年の鉄器時代頃には、ケルト人の入植があった。ガイウス・ユリウス・カイサルのガリア戦争勝利による、ガリア・ゲルマニア征服で、ローマのハントに加えられた地域の一つで、深い森に覆われ高地で陶器には、玄関となるシュバルツバルトは警戒の範囲から外れ、東方のハイデンハイムが、リーメス後輩地として選択された。10世紀の終わりから11世紀にかけて、 修道院による定住が行われ、聖ペーター、聖メルゲン、聖ブラージェンダーの修道院が設立された。11世紀にツエリンゲンの勢力が伸長したが、その衰退とともに多くの封建領主の支配に服することになった。18世紀初頭のスペイン継承戦争では、周辺地域がフランス軍とドイツ軍の継承地となり、18世紀末から19世紀初頭の ナポレオンの時期にバーデン辺境博、カールフリードリヒがバーデン地方を統一し1806年にバーデン大公国を成立させたバーデン大公国は1919 19年3月21日に国民議会によって憲法が制定されバーデン共和国となった第二次世界大戦後アメリカとフランスにより分割占領された林業観光業が発展している シュバルツバルトのいくつかの町では、春を祈願したコケルマンの祭典である、愚者のパレードが行われ、多くの観光客を集める。鳩時計、おもちゃの製造などの精密産業でも知られる。これらの産業は、厳しい冬の降雪期に、屋内で作業を行えることから発展していったと考えられ、フルト版面にあるドイツ時計博物館では、時計産業と、 時計職人の歴史が紹介されている。シュバルツバルトの代表的な都市としては、シュバルツバルト西部沿いに北部の温泉保養地として知られる、バーデンバーデン、中南部で大学都市でドイツの環境首とでもあるフライブルクイム・ブライスガウなどが挙げられる。東部沿いの都市では、バーデンバーデンの東にあたるカルフはヘルマン・ヘッセの出身地として知られる。カルフはヘッセの博物館があるほか 車輪のカなど彼の代表作の中でも描かれている。ライン川沿いのオフェンブルクからシュバルツバルトに入り、フィリンゲン、ドナウエス信玄を経由して、スイス国境沿いのコンスタンツまで鉄道が走っている。他にも、ハイキングやサイクリング、乗馬、クロスカントリースキーなどの野外スポーツには、格好の場所でもあり、高原は農業や牛の飼育に適する。特産品として、 燻製ハムのシュバルツベルダー神剣やサクランボから作られた上流種であるキルシュバッサーがある。第二次世界大戦後、三西雨の被害によって多くのシュバルツバルトの危機が行使した。こうした状況を受けて、バーデンビュルテンベルク州や同州に属するフライブルクやカールスルーエなどの都市で環境問題への本格的な取り組みが進んでいった。1980年代以降、 緑の党と称される環境政党が台頭したこともこの動きを促進した。ありがとうございます。